常の楽しいこと発見、うちこちゃん体験。あーすごい、ちっちゃ、あー綺麗落ち葉が落ちてきます。綺麗だな本当。これ何気に本当すごいなと前から思ってたんだけど、ね、何だと思いますかって。昔なんとこれここが川底だったって言われて。嘘、本当これ地下水が流れ込んでた跡。へだからどん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 渓谷ってやっぱり削られていってるから。あ、そうなんだ。低くなってこれ水が出てきてた跡って。あ、それでこういう形なんですね。そうそう。あ、なんかもうお腹は減ってきたお腹痛い。ちょっとある運動した分もあるの。運動したね。ね、ちょっとお腹が鳴りそうになった。お腹が減ってきた。もうお弁当が楽しみだよ。ノーさん、あのあれですよね、キャンプ場ね、今年からリニューアルしたんですよね。もうね、はい、正式オープン。正式オープンとサイトがここのちょうどこの辺のあの、そう、この対岸もだし、対岸のソルファオダとも連携して、うん、非常エリアに10サイト、こっちには16あるのかな。なるほど。合計26サイト。お、26サイト。もうこんな中でキャンプしたら最高でしょうね。やっぱりね、結構コアなファンが、うんうんうん、どんどん増えてきて、リピーターさんも、お結構ね、女子一人で。あ、うん、キャンプ女子。冬もちょっと休みようかな。キャンプ？キャンプ場。今、いい家。ギアね、うん、あるね、寝袋とか持ってる人たちがいっぱいいるから、うんうん、そういう人たちって試してみたいと思うのね、うん、寒い中でも。確かにね、もう冬はもう秋でもマイナスとかなるんで、ギアあおー本当だから、あ、そうだ、ちょうど去年の今、今日、うん、11月4日に、うんうん、僕らキャンプしてて、はいはい、朝マイナス4度すごい。またしかも今日11月4日か。そうそう、私お父さんが誕生日だ忘れてた。カレンダーにはちゃんと書いてあるんだけど、後で LINE します。危ない危ない。思い出した思い出した。なんかこうそういうアウトドアとかね、うん、今ね、あの自転車でしたっけ、うん、マウンテンバイクでしたっけ。そうそう、なんかトレイルもね、うん、整備してたりして。はい、この間はエンデューロバイクの人が。そうだ、なんかね、私も聞いたけど150台以上来てる。おお、すごかった。うわ、危ない、滑る滑るこんにちは。こんにちは。お客さんが出ますな。だんだん赤い石が見やすくなってる。赤い、あ、確かにチャートっぽいね。高知県のあの浜の赤石は小谷山の石。へぇー、これ高知県に流れている。あ、なるほどなるほど、すごいなそれは。へぇー、ロマンやね。ロマン、つながってる、つながってる。直さん、なんかお腹やっぱり減ってきました ね、 確実にちょっとお弁当を食べましょうかね。ちょっといい感じのところ探して。お腹すいた。めっちゃ晴れてきた。暑いぐらい。暑いぐらい。なんだこれ。紅葉も、もみじも赤いのが皆さん見えますか。さっきせせらぎで買ってきたお弁当。いただきまーす。よし。最高ですね。本当だね。めっちゃ大空だし、あったかいし、紅葉も綺麗だし。道の駅うちこフレッシュパークカラリにやってきました。ここには果物や野菜や工芸品などいろんなものがたくさん並んでるんですが、今日の私のお目当ては手作りジェラートです。うちこちゃん行く。ここです、私のお目当てのジェラート屋さんです。まずは券売機で券を買います。まずお金入れて、お店の方にお見せします。お願いします。ありがとうございます。シンク同士ですね。はい、そうです。切り物を選んでください。コーンとバッグがあります。はい、じゃあコーンでお願いします。はい、ティッシュで決まったら。はい、わかりました。あ、それも美味しそうな名前を。
やっぱり旬の栗いただきましょう。栗でお願いします。はい、テラスで食べましょう。行きます。ありがとうございました。かわいい景色ですね。ここに座ります。よし、お邪魔します。すごい美味しそうです。いただきます。あっ、ぷぷぷぷぷ、おいしい。甘い栗そのものの味ですね。栗の粒々もところどころに入って、うん、美味しい、最高です。いい景色見ながら大好きなものを食べられて幸せです。渓谷で紅葉を楽しみました。すっごい綺麗でしたね。道の駅もすごい楽しかったですね。いっぱいいろんなものが置いてあって、見てるだけでも楽しいし、もちろんお買い物もぜひ皆さんも楽しんでみてください。これからもいろんな内子の魅力発信していきたいと思います。また見てくださいね。では次回もお楽しみに。